皆さん、こんにちは。1991年の大ヒットドラマ「天まで届け」で長女役を演じブレイクした元女優の若林志保さんがライブ配信で告発した衝撃の性被害暴露。加害者は有名ミュージシャンの長渕剛さんだと言われ、長渕さんはこれまでこの件について一切触れてきませんでしたが、なんとついに言及したようです。今回は若林志保さんの暴露についてや長渕剛さんの言葉、そして事件の真相についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。元女優の若林志保さんは自身の X にて、女優時代に有名ミュージシャンから性被害を受けていたことを告白しました。若林志保さんは X で、あれ、私のライブ配信が削除されてる、おかしいな、あるミュージシャンから薬物を持ってこられて監禁されてレイプされて暴力を振るわれた話をした、ライブ配信がないのですがと投稿しています。続けて、犯罪まがいに巻き込まれたのもあったので複雑性 PTSD になったのです。いろいろと複数の出来事に巻き込まれたから複雑性 PTSD なんですと公言している複雑性 PTSD の原因の一つだったことを明かしました。この投稿に反応したユーザーから当時の配信映像を提供され、リポストして公開。昨年11月に行った配信では、当該ミュージシャンとの出会いや違法薬物の使用、性的暴行、その影響で芸能界引退を決意し、証拠として写真集を撮影したことまで赤裸々に語られていました。そしてせっかく芸能界を辞めて、今いろんな闇が浮き彫りになる中と現在の芸能界での騒動にも触れました。若林志保さんは1984年中学1年生で芸能界入りをし、1991年スタートの同局系連続ドラマ「天まで届け」で長女町子役を演じて人気となりましたが、2009年に芸能界を引退。現在は脊柱管狭窄症や複雑性 PTSD を患っていることを公言しています。そしてこのミュージシャンというのが長渕剛さんなのではないかとされてきました。そんな長渕さんは1月27日自身のインスタグラムを更新。投稿した内容は、成田悠輔君と会った、言葉の使い方が俺は大好きだ、現代の詩人だと感じると、経済学者の成田悠輔さんと会ったことを報告し、成田さんとのツーショットを1枚載せ、理知的な上に実は優しさが潜んでいるから俺は大好きだ、また会いたいなと熱烈なラブコールを送っていました。しかしその投稿のコメント欄には、今回の投稿内容とは関係のない、今回彼女の告発が事実なら謝った方がいいと思います、マスコミが踊ってますけど自分の言葉でしっかりと真実を伝えてください、本当のところはどうなのですか、潔白であるならば何かコメントしたらなどと、若林志保さんのことを聞くコメントばかりであふれ炎上してしまったのです。このようにこれまで何も触れてこなかった長渕さん、そんな長渕さんがついに動き出しました。3月1日、自身のインスタグラムを更新した長渕さんは、私に向けた刃ならいつでも立ち向かうと思いを綴ったのです。長渕さんは、何も知らない人間が虚構を切り刻み貼り付け、そして汚い金になる、そんな社会が確かにあると意味深長に書き出し、私に向けた刃ならいつでも立ち向かう、なぜなら自尊があるからだ、何かあるならば私の名前を叫んでこい、自分を見失わせる恐ろしい社会になったけれど切り刻まれようとも私は立つ、今日私はここに立つとビーチで写した写真を添え、熱い思いを綴りました。長渕さんは先月3日 YouTube チャンネルリハックに出演し、かつて自身に関することでマスコミに追われるなどし、誹謗中傷を受けるなどした件を回想。今でも誹謗中傷で亡くなる方がいるんだけど、人の心を踏みにじったように事実だけを書き立てて真実を喋れないように封じ込めてしまうみたいなね、
そういう暴力よりも強烈なもの、これがですね、やっぱり僕は悔しいけど涙が出ましたと話し、それぐらいにマスメディアっていうものが卑劣であり、また死にたくなるような、人の心の中に突っ込んでくるようなものであったことは事実ですね、などと語っていました。この突然の抽象的な長渕さんの投稿に関し、世間ではそういうのどうでもいいから、例の女優さんの行いが真実なのかそうでないのか、はっきり言った方が良いと思う。マスメディアを批判する前に、まず元女優さんの告白に対してきちんとした対応をするのが先では、自分の言いたいことだけをインスタに投稿するだけでは何の解決にもならないと思います。言葉の暴力というが、自分のやった暴力の説明はなぜしないのか。普通やってなければ、ものすごい勢いで反論や裁判を口にすると思うが、こんな内容の話をするならやってるよね、謝って罪を償う方が自分のためになると思うよ、というような言葉が見られました。真実がどうなのか、はっきり言ってほしいものですが、長渕さんはどう思ってこの投稿を残したのでしょうか。事実無根だと否定したいのか、疑われて悲しいのか、それとも自身の罪を認めたくない逃げているだけなのか。長渕さんといえば過去に DV や薬物疑惑があった人物として有名です。元妻の医師の雅子さんとは、長渕さんの DV が原因で離婚されたそうです。他にも清原と共に覚醒剤を使用していたと実名報道されたことで、さらなる衝撃が走りました。同氏は清原復帰に協力したという関係者の証言として、帝国ホテルのスイートルームに2人でこもってシャブを決めていたなど、覚醒剤使用を断定的に報道していました。長渕さんの所属事務所は事実無根としていますが、この報道が出る直前まで巨額の金銭トラブルも発生していたといいます。長渕さんは富士山麓で開催した単独オールナイトライブで発生した数億円の赤字をかぶるかどうかで揉めに揉めてたようです。このライブは動員10万人の超大規模公演で、長渕剛さんはライブの宣伝のために各メディアをはしごして、雑誌や新聞のインタビュー、またごきげんようフジテレビ系にまで出演し、大きな話題を呼んでいました。このことについてコンサート制作会社関係者は、結果的にこのライブで主催者がこさえた赤字額は10億円に近いものでした。しかしもともと長渕は今後も単独公演を定期的に行い、グッズの制作やチケット販売など全て同一の制作会社に委託するという取り決めを交わしていたことから、赤字は全額制作側が被るという話になっていたんです。ところが満足いく集客が叶わなかったことにへそを曲げたのか、長渕はもうライブはやらないと言い出した。それでは話が違うと、制作側は赤字分の支払いを長渕側へ求めることとなりました。そんな中、突然赤字の一部を支払った上に、やはりライブもやりたいと言い出し、これで制作サイドとは完全和解となりました。慎重報道と同時期だったことから、これ以上トラブルを抱えたくないという考えだったのかもしれませんと語っていました。他にも暴力沙汰になった事件や、過去語っていた肉体言語なんて言葉も、毎回なかなかやばい持論を展開している長渕剛さんですが、この問題は今後どのような対応がされるのでしょうか。はっきり何か話してくれる時は来るのでしょうか。続報を待ちたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。